巨人岡本和真が交流戦 MVP、優勝チーム以外からの選出は吉田正尚以来2度目。巨人岡本和真内野手26が球団史上3人目となる交流戦の日本生命最優秀選手賞を受賞した。全18試合に出場し、2位の打率3割8分3厘、1位の8本塁打と19打点で打撃2冠に輝いた。優勝チーム以外からの選出は、18年の吉田正尚、オリックス以来、5年ぶり2度目となった。初受賞した岡本和真は、取れるとも思ってなかったですし、すごく嬉しいです。セカパカクッションがすごく欲しかったので、それが一番嬉しいです。もらえるかわからないですけど、もらえると信じてと笑みを浮かべた。2023年、日本生命セカ交流戦の優勝球団、日本生命最優秀選手賞、及び日本生命優秀選手賞が決定。優勝球団、横浜 DeNA ベイスターズ初優勝、最優秀選手賞、岡本和真、G、優秀選手賞、セ、牧秀悟、DD、優秀選手賞、ファ、近藤健介、H。岡本おめでとう。岡本確定かまあ当然だな。やっぱ岡本かまあ成績ダントツやしな。順当すぎる表彰。まあ妥当やろ。ピッチャーは一人も選ばれんのか。岡本8本も打ってたんかすげえな。それよりピッチャー選ばれんのかわいそうやな。部門分けたらええのに。巨だけど横浜優勝したしバウアーかなと思ってた。打撃だけだったら岡本が圧倒的だったからそこを評価したのかな。岡本の得点圏見てみ、ちびるで。高評価とチャンネル登録でやる気が上がります。ぜひよろしくお願いします。こんな動画が見たい、リクエストも気軽にコメントください。